は最近は現実世界とエネルギー世界とスピリチュアル世界でその3点から物を見るっていうことをしてます。現実世界は普通にこう起こっていることで今この瞬間で、エネルギー世界は例えばトラックス、フロアトラックスで言うと足を上に振り上げて上にエネルギーが向かってる最中にさらにジャンプして回転していくとすんなりこう決まるじゃないですか。でも上にジャンプして落ちようとしてる時にそれをまたジャンプしようとするとこうエネルギーが相殺してこう言うたら上の方に腰が浮かなくなって足ついちゃうじゃないですか。こっちに上に向いてる最中にもう一つを上に加速させるような力を働かせたら結構うまくいったんですよね。そこからは結構今どこの体重、どこに体重があって足、この足がこっちに動いてて体がこっちに動いてるからこの動きが決まるっていうような考え方で練習してます。そしてスピリチュアル世界は気持ちの部分とかもすごいでかいんですけど、例えばコーヒーを買うときにまたコーヒーで100円使ってもうたって考えると、このうまいコーヒーが100円で飲めるなんてって考えてハッピーって思うのは、最終的にそれを自分の体内に取り入れるって考えたら結構差が出てくると思うんですね。それをまあ言い出したら言葉とか立ち振る舞いとか自分のエネルギーを上げるような言葉を基本的には使って、人に向かってもあんまり人のエネルギーをこう割くようなことを言わなくなったとかあって、それは何やろ、結局自分で喋ってることが自分にも響いちゃってるから、だからスピリチュアル世界で物を見るっていうのはそういった気持ちの部分とかもあるのかも。ちょっと話は変わるけど、全く一緒の環境を持った人が全く、まあ、ほぼ近い環境を持った人がいて、まあ、例えばダンサーでもいいし、2人ともダンサーで収入も一緒ぐらいで家も近くで大体同じような間取りに住んでるみたいなことがあったとして、でもこっちの人は自分を幸せだって感じてて、こっちの人は不幸せだって感じてたとしたら、そういうことってあると思うんですけど、それだったらこの今置かれてる環境が幸せとか不幸せじゃないなって思うんですよ。そうすると自分の捉え方の問題になるじゃないですか。結局その捉え方の部分で自分のエネルギーが発揮できるような捉え方を毎回していくっていうのがスピリチュアル世界の見方かなこれは僕の勝手な意見です。で、例えば一人のダンサーがいてむっちゃローカルの学校とかにこう何か公演とかパフォーマンスで行ったとして、全然ダンサーがいなくてでもみんなめっちゃ盛り上がって初めてダンス見ました最高ですって言った時に、その人の公演は多分ダンスってめっちゃ表現できるしみんながやったってすげえいいものになるからみんなでダンスやろうぜって言えると思うけど、それが例えばもう全国大会優勝しまくってる部活のところに行って、あれこいつら自分より上手いみたいな思っちゃった時に、人ってちょっとこう自信満々でいられない状態ができちゃうって思うんですよ。そう考えたら一緒の人物なのに行く場所によってその言ってることとかその時の立ち振る舞いが変わっちゃったらめっちゃブレブレやなと思って、そういう意味でさっきの自分の捉え方もそうなんやけど、誰に対してもその一貫したものを持つとか自分の中でブレない、例えばすっげえ大御所のめっちゃ有名な人の前ではめっちゃこうヘコヘコしてすごい黙っちゃうとかその喋れなかったりするのに、自分のこう身内の後輩たちの前ではバリバリこう喋れたとしたら、それってちょっと同じ人やけど違う。それを自分は同じにしたいと思った時に、じゃあその推しの人たちに対応しているような、もちろんそれも自分らしくでも最低限のリスペクトを持って喋ってる、そっちをじゃあ自分の後輩とか若い子たちもその対応ができれば一貫してるなと思って、でそこが一貫すると結局その自分自身がブレなくなったってことだから、ダンスで置き換えてもスタイルブレないのか、結局僕にとってスタイルは生き様なのかなって思ってます。自分のなりたいものを
自分のことをしっかり見つめ直して、自分のなりたいものを明確にして、そいつの立ち振る舞いとかその言葉まで想像して、そういう風に自分をやっていった時に、そっちに合わせれた時に、その自分がやっているダンスはまずかっこよくなると思ったで、エネルギーの話は自分がなんか技を習得するとか、動きの点でこっちにこう動いてるんやったらこう、こっちに体を動かしやすいよねとかを考えてるかな。でなるべくエネルギーが出るようにっていうのを考えてる。例えばバトルで1回戦目で当たった人がめっちゃ有名やったとして、うわあいつと1回戦目やー、うわーきっつーとかは絶対言わない。それを言うとその自分の力がちょっと下がる気がするから、そういったことを普段から心がけてっていくと、結果現実世界がそれなりにこうちゃんとしたものとして出てくるっていう考えかな。ダンサーってやっぱりちょっと表現者だから、表現の部分とかその人の個性とか、その自分の考えていることがこう一貫性を持つことで、結果ダンスが一貫性を持ってブレなくなって、そういったものにスタイルを感じるかなって場合は思っています。で結果そうなった時に、一番最後に現実世界にでどう見えるのかっていうところ、どういう風に踊れたのかなっていう結果として現実世界があるのかな。まあ何や、俺の場合はそれが人が聞いて、だいぶやべえなこいつ、キモいなっていうレベルのことでも、自分が気になったらめっちゃ調べるし、自分の中でその楽しい正しい理論がそこにあれば、社会が違うって言っても自分の中ではそれは合ってるように思えるとか、でそっちの自分で作り上げたその答えっていうか仮説をこう試していくみたいなのが自分にとってはダンスやったりとか、スタイルが出てるっていう部分はそういうところかなって思ってるんで、別にみんながスピリチュアルの世界を調べるとは一切思わないけど、自分が好きなんやったらそこを全力で掘り下げてみる、それがまあ周りの人たちがお前変やなって言われたとしても、それでも自分がそれを経て上手くなるんやったら俺はそっちを取るっていうタイプでずっとやってきたから、そういう、まあ、スタイルとはその人の考えだし、その人の生き様だなと思って、変でも受け入れる、格好をつけて表面的な部分だけ格好をつけて見せるんじゃなくて、その中身から作り上げていくものがスタイルなのかなと思って、スピリチュアルな話しました。Thank you.